凍るプリン〇〇を考案しよう。今回はいつも通り新世紀とミレニアムに分かれて、お互い30分30分でここでやりまして、より多くの人を集められたプリン〇〇が令和で流行するプリン〇〇になるか。僕たちはですね、プリン藤原達也でございます。はい、というわけで新世紀チームのフリーマルマルなんですけれども、はい、こちらでございます。でね、フリーベイブレードですね。僕らは天下の宝トミーさんの力を借りまして、まあベイブレードっていうのは結構知名度あるんですよ。でも勝手まではやろうと思わないくらいの。そうなんだよな。そう、というわけで僕たち今回この、まあ、ベイブレード買ってきましたんで、フリーで無料でベイブレードが体験できるコーナーをもう渋谷ハチ公前に作りますんで。逆じゃねこれ、戻ってね。いいんじゃないというわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけで準備できたんで、はい、始めていきます。それではいきます。よーい、スタート。フリーメイブレードやってます。お願いします。お願いします。もう今話題沸騰中の玩具ベイブレードが無料で体験できます。お願いします。ありがとう。マジで
前悔しかったよしよいしょだいたい髪の毛を張った人は強いんですよねいけバルキリーフェニックス下げてもらっていいですかフェニックスいけバルキリーもうどっちで赤ですあーどうしてだよどうしてる僕ねどうしてるというわけで30分終わりまして、はい、ベイブレード、まあ、体感的にはもう大盛況でしたねそうですね素晴らしい新世紀チーム人数なんと14です